センイサムは、スノハラ・ロビンソンによる日本のギャグファンタジー漫画作品。ニコニコ性がないのニコニコ漫画で2010年8月27日から、毎月第1を除く毎週金曜日に更新中。現在第5章が連載中。同サイト上で人気を博し、ジャンプスクエアでも連載され、テレビアニメも放送。剣と魔法の世界に、 オーバーテクノロジーなどを足した中世ヨーロッパ風の国を舞台にしたヒロイックファンタジー風ギャグ漫画。主人公のヘタレ勇者アルバがお供の戦士ロスと三代目魔王を名乗る少女ルキと共に千年前に勇者クレアシオンによって封印されたはずの魔王ルキメデスを退治し世界を平和にするため旅をする物語。主人公のアルバがロスのャディズムに満ちたボケや 周囲の人に振り回されながら、突っ込みを繰り出すギャグパートと、魔王やその配下の魔族たちと戦うシリアスな面を、織り混ぜながら展開する。連載当初は、無料配信であったが、2万後の方針により2013年1月7日から、すべての作品の冒頭と連載中作品の最新話以外は、有料配信に変更された。商業誌版は、 ジャンプスクエアにて2012年6月号から2013年5月号まで連載された。内容はニコニコ漫画とは異なる物語で原作とは異なる役柄の登場人物もいる。また、作者自身が原作を紙媒体用に全コマ書き直したものが水曜日のシリウスにて毎週水曜日に連載中である。2013年10月9日に第一章第一巻が発売された。 ニコニコ漫画版の第1章をもとにしたテレビアニメが2013年1月から4月の第1期2013年7月から9月までの第2期に分けて放送されたまた2013年7月10日に t v アニメ戦イサムのすべてを詰め込んでみた CDDVD が発売されたニコニコ漫画版第1章をもとにアニメ化、 1>, 1話4分30秒のショートアニメ。2013年1月8日より4月まで、第1期がテレビ東京とニコニコ動画で放送。2013年7月より第2期が放送された。ニコニコチャンネルで放送されるものは2分延長され、オープニング、予告、エンドカードコーナーが追加されている。オープニングテーマは配信版のみ、BD と DVD で、 バンダイビジュアルより発売された。映像特典として、第1巻には、勇者、殴られる、偽パンダの生態の2話分の OVA が収録される、ほか、特報や CM、PV などが収録された。第2巻には、羊町の旅その1の1話分の OVA が収録されるほか、カラオケの鉄人で配信される、センイサムのアニメ映像素材も収録されている。 第3巻には、羊町の旅その2の OVA が収録されるほか、第14話テレビオンエア版や、第1期総集編が収録され、第4巻には、学園戦イサム、青春物語、第2期ノンクレジットオプットのほか、予告や CM が収録された。第1巻から第4巻までの共通特典として、中村雄一、下野博士、血の愛、監督の4社による、 オーディオコメンタリーが収録されている。BD ライブにも対応している。各巻の封入特典としては、ドラマ CD のほか、話数解説やインタビューが掲載されたブックレットが各巻に付属している。初回特典として、ニコニコチャンネルにて、1000サムの永久視聴権シリアルコードチケットが各巻に収録されている話数分収録されるほか、第1巻のみ、 イベント優先販売申し込み券第4巻には原作者漫画小冊子のアルバロス編港町の英雄祝冊版が封入されたセ0 0サムラジオ勇者通信は2013年1月11日から2013年8月10日までニコニコ生放送で各週金曜日に配信されていたラジオ番組全16回また響きラジオステーションと音船でも 各週土曜日に配信されている。パーソナリティは、アルバイの下野博士。ありがとうございます。